全日本マウンテンバイク選手権2009、7月20日、大会最終日に行われたのは唯一のオリンピック種目クロスカントリー。晴れ間が広がった富士見パノラマ、気温の上昇とともに徐々に選手たちの緊張と熱気が会場を覆い尽くす。14名の出場となったエリート女子、注目は大会6連覇のかかった片山理恵。北京オリンピックで世界の壁を痛感した彼女にとって、この舞台は進化した姿を披露する場でもあった。今回の全日本は、一つの通過点として、きっちり今のベースの力が上がったことをみんなにお見せできるように走りたいと思います。果たして片山はどのような走りを見せるのか。 4.2 キロのコースを4周回、日本チャンピオンをかけた戦いが始まった。スタートから飛び出したのはやはり片山。後続との差を徐々に広げていく。そして2位につけたのは中込ゆかり。片山のハイペースに必死に食らいつく。一方、3位争いは混戦状態。8年ぶりにこの舞台に帰ってきたアトランタオリンピック代表小林香奈子、そして矢沢光美、田近郁美の3人が熾烈な戦いを演じた。2周目、快調に先頭を走る片山。女子より5分前にスタートしたアンダー23の男子選手を次々にパスしていく。2位の中込との差は1分以上に広がり、ここで決定的な差がつき始めた。そして同じ頃、3位争いにも決着がつこうとしていた。混戦から抜け出したのは矢沢光美。トップをひた走る片山。3周目以降もそのペースを保ち、結局2位と3分以上のタイム差をつけて優勝。それでも世界を見据える彼女にとっては、このレースが新たな課題を生む結果となったようだ。ね、ドライな路面だと結構というか、かなり長持ちするようになってベースアップは感じてるんですけども、3周目本当はもっと飛ばしたかったんですけど、そこができなかったのがちょっと課題かな。一方、片山に力負けした2位の中込だったが、全てを出し切った自分の走りに悔いはない。もうちょっとやっぱ相手になりたかったんですけど、力が違いましたね。はい、自分の力は出し切ったので、もうしょうがないなっていう感じですね。はい、片山はこれで6連覇を達成。北京での雪辱を胸に、彼女の世界挑戦が再び始まろうとしている。まずは9月に開催される世界選手権だ。今回の選手権走ってみて、安全には行っちゃったんですけど、テクニカルセクションの安定感は絶対去年より増していると思うので、今年の世界戦はテクニカルセクションが多いってことなので、力試しを思いっきり、何も守るものはないので、当たって砕けろ頑張ってきます。